順番法、築城法、天文地理、陰陽気学まで至る総合武術として古来より文学者や武将たちが学んだ膨大な修行法が残されており、昭和35年、千葉県無形文化財に指定されています。第二会場、無比無敵流杖術、伊賀流派革新流柔術。無比無敵流杖術の流祖、佐々木哲さん徳久は、槍の名手であり、関ヶ原の戦いにおいて、九尺の槍を使って激戦中、槍先折れ、塚を持って奮戦したその後、日本64州の大小の神器と、マリシテウソンに祈願し、その霊言により、無死無臭の悟りを得、無比流平常術を開演。その後、六代目、片岡宗義景重が、水戸地方において伝承し、近郷、近在において発達。無比無敵流常術として、優勢を極めた。昭和46年、中港市、無形文化財に指定。平成6年、ひたちなか市無形文化財に指定されました。また、伊賀流は、伊東を中心に、近郊近在において発達し、流星を極め、その後、時代を経て、伊賀流派、革新流柔術と称され、現在、13代目を根本健一忠之先生が提唱しておられます。Thank you.
第2会場、無敵竜城術のご演舞でございました。続きまして第2会場、総水支流国足腰の回りのご演舞でございます。第2会場、総水支流国足腰の回り重曹二神半之助は雲郷寺武田藩で竹之内若草左右北森の門人となって竹之内流国足腰の回りを学び、後に一流を起こして二神流と称した。二神半之助は吉野川の清き流れを見て、自利無下なるを逮捕して二神流を改め総水支流と称した。戦国時代末期のことである。上王になって二神半之助により筑前の黒田藩に伝えられ、代々継承されてきた。柔術の立ち合いの際、お互いに肘を左右に開いてあげ、背中側に強く振りますが、この動作は鎧組み打ちで邪魔な鎧の袖を背中側に跳ね移す形であって、戦国時代の名残をとどめているものであります。
第一会場、天津商店香取。